こんにちは。沖縄の前田岬に来ています。実はですね、3日前に骨折してしまいました。それで今は地元では有名なイタリアンレストランにいます。今日のランチすごく美味しそうでしょ。見てください。ほうれん草のピザです。そして、大人のいるセミナーの美女の優子さんと一緒にいます。ピザいただきます。どうですか、美味しいですか。美味しいです。生地が薄くてバリバリで、はい、美味しいです。はい、ということですね、今日は豆ろを、ちょっとやってきまして、また後ほど、写真をお見せすることができると思います。はい、ではまた、さようなら。